ボーリーは永遠のテーマなんで、ボーリーは永遠のテーマなんで。おお、マジでロエンさん行った。お、久しぶりだなこの感じ。ロミさん久しぶりっすね。おお、元気でした？なんかちょっとワイルドになってません？ワイルドですか？そんなことよりロミンさん、はいはい、もう4ヶ月も僕のチャンネル出てないっすよ。あ、もうそんなになるっすか？勝也くんとこ行ったり NHK 行ったり、いっぱい稼いでますね。稼いでるじゃないっす。え、あげないっす。早くくださいよ、ロビンとオッパボのコラボパーカーくださいよ。いやいや、持ってない。持ってないっすか？そう、ちょ、オパブ、ちょっと俺とロビンさんの分送ってばか。でもね、ちょっと前振り長くなっちゃったんですけど、ロビンさんが福岡に不在の時に県内にもうパークが今3つか4つぐらい増えたんですよ。めっちゃ増えたんすね。そうなんですよ。でしかもロビンさん家の目と鼻の先にスケボーパークできたんですよ。なので今日はちょっとそこに行って久しぶりにロビンさんとイチャイチャしようかなと思うんで。オーリーの特訓してるんでしょ。イチャイチャという名のオーリー特訓やりたいなと思うんで、今日は一日よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ行きましょう。よかったですねロビンさん、オーリー物声のバーがありますよ。受付して、じゃあロビンさんの住所でも取っちゃおうかな。お願いします。はい、じゃあスイスビレッジ来たらこのリストバンドね、必ずしてスケボーしましょう。ロビンさん、はい、ジャスティスビレッジ着きました。名前かっこいいっすよね。あのナイターもね、着いたんで、なんでロビンさん夜もスケボーできますよ。おめでとうございます。あ、ありがとうございます。あ、ロビンさん僕と T シャツかぶってるじゃないですか。清掃ですね。ということでスポットチェックしてもらっていいですか。はい、いただきます。まずこれですよ。これやばくないですか？初心者に持ってこいの。どんな感じそれ？あ、これいいですね、力が入りやすい。じゃあ行きます。行く？ファーストトライ。あ、ロビンさん来ましたよ。今日はドロップ見れるかな。このレールですか？これいいっすよね、レール長くて長い高さもなんか僕もできそうな感じ。これ NHK でやってたぐらいですかね、多分高さ的に。 ね、ロビンさんの腕前見れますね。そしてバンク遊べると思います。はい、いやなんか全体的に初心者が楽しそうな感じですね。そうなんですよ、これフラットバンクですね。グリップぐらいはいけそうですね。でこの長いちょうどいいボックスですね。いやボックスね、もうパッと見3つ見えると思うんですけど、初心者にとってめちゃくちゃいいです。そして今日のメインディッシュ。目標何センチにしましょう？いや本当は70ですよね。いや、あの今日目標50にしたいっすね。おお、すごい、ね、やる気じゃないですか。オーリーね、やんないといけないっすもんね。そうなんです、これは僕の人生がかかってる、 YouTube の未来がかかってる。そうですよね。僕も今日オーリーの秘策いくつか考えてきたんで、ロビンさんに教えたいなと思って、じゃあウォームアップしてやっていきましょうか。お願いします。え、今日何撮るか決めてないんすか？まだ全く決めてないんすよ。ちょっとロビンチョイスチャンネルに僕も出たいっす。いやだからどっちかショーツか、めちゃくちゃシンプルカットの動画をあげる。なんで僕手抜き動画なんすか？
ちょっとちゃんと編集してアップしてくださいよ。うわー、それ溜まりすぎだわ。3ヶ月後ぐらいな。年越しちゃうんすね。でもね、ロミンさん、撮った動画やっぱすぐ出さないとね。動画はね、生ものですもんね。本当ですよ。わかりました。じゃあショーツか動画か。何ヶ月ぶりのボードスライドですか。もう1ヶ月半ですかね。 NHK ぶりみたいな感じですかね。じゃあファーストトライで、ファーストトライ決め立ってください。 NHK と思って。平和やな。お願いします。おー、花の、おーおー、うまっ。さすがだな。おーほーす。とりあえずあの練習の成果見たいんで、オーリーのバーちょっと飛んでもらっていいですか。はい。おー、軽い。しかも自然にサットが入ってますね。突き刺しが入ってるんでテールが引き上がってるっす。すごい、めっちゃ成長してる。勝谷仕込みってやつですか。そうですね。今日50いけそうな気がします。40センチ行きましょう。もう行きましょう。すぐ行きましょう。40でクロスコーンよりちょい高いぐらいですかね。あ、クロスコーンあった。コーンは40ぐらいなんだ。じゃあサクッと行っちゃいましょう。さあ一発目40。おお、ロビンさんファーストトライじゃないですか。あ、もうピシャリ立て込むんですね。これはファーストトライですよ。まさか。先生。おお、氷大事やな。50にしちゃいましょう。はい、じゃあ一旦行っちゃいましょうよ。一気に景色変わるっすね。ロミさん、これ走ってジャンプできます？ああ、それですよ。それするだけなんで。ファーストトライ行っちゃいましょう。40センチと一緒です。よっしゃ、ちょっと行きます。行きます。ロビンさん、向こうが50でこっちが40なんで、40から41、40に刻めるっす。真ん中行ったら理論上45っす。あー惜しい。これね、気持ちが全然違う。いいでしょこの練習。でしょ、これ今日の秘策その1っす。いや、そうっすよ。はい、今思いついて、あ、わざとです。さあ45。おー初45。もうこれで自己記録余裕で更新っすね。行きましょう。絶対いける、絶対いける。あー、マジかー。今これ70センチに合わせてるじゃないですか。これを走りながらオーリーイメージして飛んでみましょう。要は足をやっぱ引き上げる、股関節を柔らかくする必要があるんで、実際にちょっと飛んでみてください。そうですね、もっと足引き上げれます。膝を引っつけるような感じで胸に。そう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 、脱臼しないでくださいね。あ、そう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 、この動きがめっちゃ大事っす。ただ飛ぶんじゃなくて、そうですそうですそうです。オーリーってジャンプしてるんですけど、体の位置って実はそのままって知ってました？そう、頭の位置って実はみんなそのままなんですよ。この下の可動域、下で飛んでるんですよ。なのでここの引きつけがめちゃくちゃ重要なんで、ジャンプ10本上がってない、上がってない。
ロビンさん、これでいけるっす。50センチトライしてみましょう。40から50へ。めっちゃ綺麗やん。いった、ロビンさん、やば。足ついてなかった、よかった。ロビンさん、ジャスティスビレッジはサッカーもできます。すごいですね。じゃあリフティング対決でもしましょうか。サッカーめっちゃやってたって聞いたんで、じゃあお願いします。はい、真面目に。はい。はい、9年やってた。すごっ。